コロナ患者を受け入れている札幌市の手稲渓仁会病院です。使用率としてはほぼ 100% で、稼働率としては 100% を超えているような状態が、1週間以上は続いています。一番重症な患者さんが入ると、その人に対しては、3人で2人で見るような、3倍ぐらいの、看護師が、重症な患者さんには必要で。32床ある病床はこの1週間満床状態。一部の病棟を閉鎖して看護に当たっていますが、病床数は足りていないのが現実です。現実問題としては1日に数件はお断りしています。救急隊が2時間3時間病院選定をしているっていうのがここ1週間ぐらいで起こっています。その影響はコロナ患者以外にも。病床が減ってるっていうことがあるので、病床がないことによって受け入れられない救急患者さんがいるということと、病床の逼迫で札幌では救急搬送先がすぐに見つからない事例が去年の2倍に達しています。自宅で療養せざるを得ない患者も急速に増加。今月16日には自宅療養中だった60代男性の容体が急変し死亡しました。医療崩壊が目に見える形で出始めています。その対策として札幌市では搬送先が決まらないコロナ患者を一時的に受け入れる入院待機ステーションを設置し、最大で9床が使われたということです。札幌と同じ特定措置区域の小樽市でも病床の逼迫で救急医療体制の悪化が懸念されています。こういった事態が長期化したりですね、それからまた仮にこうクラスターが発生したりということで、入院治療を余儀なくされるような患者さんが一気に発生した場合、現在通常の救急医療体制の維持というのは困難になっていくのではないかというふうに危惧しているところであります。感染者の拡大で危機的な状況に陥っている医療現場、とりわけ札幌の医療体制は限界に達しています。